はい、おはようございます。田村です。ちょっと民家が近いので小声で撮影しております。今日は、田畑をちょっと離れまして、田畑をちょっと離れまして、山のふもとの神社さんに来ております。まあ、ここはどういう神社さんかというと、千手観音、飯岡千手観音が祀られている神社になります。で、なぜここに来たかというとですね、この土地のいわれが、この千手観音さんに、深くつながりがあるということで、ちょっと、田畑だけじゃなくて、この地域もご紹介したいなと思いまして、今日は、こういう形で、千手観音さんのご紹介で来ています。まず、この千手観音さん、どういう、言い伝えで来たのかと言いますと、ですね、ちょっと、簡略化して言いますと、西暦の803年に、この千手観音さんが、征夷大将軍の坂上田村麻呂が、この蝦夷地ですね、東北の地を、朝廷の側から平定しろと、命令を受けて、来たのが、きっかけになります。で、秋口にこの飯岡の南からずっと来まして、飯岡の地に来て、秋口にこう食糧難になった時に、この飯岡の、村人たちが、まあ、相手軍の朝廷側にもかかわらず、こう食糧を与えたということで、それを大層、田村麻呂が、評価して、朝廷軍にも伝えして、で、ご飯の飯に丘ですね。で、飯岡という名前がついたと。いう言い伝えがあります。で、東北の地は、朝廷軍と組まなくても、その当時から外国と貿易とかして、あとはサハリンですとか、あと中国の大陸とか、金、銀、こちら取れましたので、それと、代わりにアザラシの毛皮ですとか、中国の陶器とか、そういうのを交易して成り立っていましたので、それを、その貿易の、収益を朝廷軍に欲しかったんですね。で、それのために、この蝦夷地を平定するっていうので、田村麻呂が、派遣されてきたという、流れになってます。まあ、最終的に、朝廷軍にこう、この東北も平定されましたけども、田村麻呂は、その、当時稲作、ここら辺は難しい土地だったんですが、稲作文化も伝えたり、あとは村人たちとも、交流深くあったので、で、この村人たちも、この人だったら、この村を、この東北を任せてもいいっていう、あれで、徐々に村人たちが、その田村麻呂にこう、ついていって、でその、東北のトップの、まあ、当てると言われる長がいたんですが、それを見て、あ、血を流す戦いをこれ、まあ、これ以上やる必要はないなと、ついていった方が村人たちも幸せになるんじゃないかってことで捕らえられて、京都まで行って、斬首されたっていう、記録も残ってます。で、当てるいはかなりこう、謎が深いというか、記録に残ってない、人物でもあったりするので、大変こう優秀な人物だったんじゃないのかなと思ってます。農作業ない間、冬の時期は結構私この土地についてよく調べてるんですが、まだまだアテルイのこと知らないので、ちょっとこれからも調べていこうかなと思ってます。はい。ということでですね、この千手観音さんは、通常は、ご拝聴できないんですが、正月の三が日、1日、2日、3日のみ、こう、ご拝聴できるような形になってますので、もし、んっと気になった方は、その時期に、飯岡のその、千手観音と調べていただいて、場所が多分、Google でも出ると思いますので、来ていただいて、正月の時にこう、参拝されてもいいんじゃないのかなと思います。はい、以上です。